よし、高原しぐれです、今回ご紹介するグッズは、こちら、ドン東京スカイツリーコラボ商品ミニチョコバウムの箱でございます。これですね、別の動画の時にですね、お土産としてその時のスタッフさんに買っていただいたものなんですけれども、あれ、箱が開かないぞ、こっちだ。この中にですね、開けても中身空っぽなんで何もないんですけれども、カプセル食べました。これが、いちごクリームの入った、バームクーヘン、すごいちっちゃい丸いね、バームクーヘンだったんですけれども、なんかスカイツリーでコロナのグッズちょっとすごいたくさん売っているらしくてですね、これも買ってきて、お土産として買ってきていただいたんですけれども、これすごいねキレキレして、なんでスカイツリーなんだろうっていう疑問すごくあるんですけど、多分あれかな、ベルツリーがあるからかなっていう気はしてます。ディテクティブコナンミーツ東京スカイツリー、ミーツなの、ミーツなんだ、出会ったのね。あ、そうなんだ、そういうことなの。でこれ2種類ありまして、中のバームクーヘンのこういうの中にいちごクリームが入ってて、周りにチョコレートコーティングかホワイトチョコレートコーティングか、なんかこの動きがペンパイナップル発泡ペンみたいな動きなんですけど、全然関係ないからねあの歌ちょっと面白いですそういうものになっております。すごく美味しかったです。美味しくて、で中の袋もね、裏のね、こういう感じのこういう絵柄の入った袋でした。その袋、ホワイトチョココーティングのやつとチョコレートコーティングのやつと色が2つとも違うんですけれども、2つとも、取っておいてあります綺麗に中身洗ってちゃんと取ってあります。コナンという表記があったらもう絶対に捨てません、高原です。そんな感じで、東京スカイツリーさんこういうグッズもあるんですね。お土産的な、本当にお土産的な感じですね。この後ろの新一とキットがこう東京スカイツリーと一緒にこうキラキラしてるのがとてもなんかちょっとじわじわくるって前アンナちゃんとも話したんですけど、そんなグッズでいいのかな、グッズかでした。ミニチョコバウムでした。美味しかったです。バイバイ。